UTNTV をご覧の皆さん、どうも。残し会いたいなら、正直に言ってみろ。UTNT でございますある意味、この UTNT のトレードマークでもある、東京日本横荘の T シャツを着て登場したよねっていう話なんだけど、最近この UTNT のチャンネルを登録してくれて、この横荘 T シャツを見たことがないてめえたちに説明しておいてやるとすると、この T シャツは、去年俺がまだマレーシアに住んでた頃に、たまたまテスコっていう大型スーパーで発見したんだけど、おそらくようこそと書きたかったところを、横荘って間違えたんだと思うんだけど、海外では結構こんな感じの変な日本語の T シャツが、至るショップで発見できるよねっていう話だから、値段もめちゃくちゃ安く375円で売ってたよねっていう話だから、見つけた瞬間ある意味一目惚れしてこの T シャツを買っちゃったよねっていう話やね。そしてそこから逆にこの T シャツにインスパイアされて、例えば横須だったり横須賀だったり、そんなワードを多用するようになっちゃったよねっていう話なんだけど、逆に現代の日本人が忘れがちな横し横される横し合いの精神っていうのを、偶然にもこの T シャツが教えてくれてるよねっていう話だから、そのメッセージをてめえたちに発したい気持ちもあって、俺はこれからもこの T シャツを着続けるよねっていう話だよね。でまぁ、今回ね、この NTTV を通してね、まぁ、てめえたちにね、伝えたいのが、まさかあれ、先日、あやなんの生誕祭に、兄弟仲良く参加して、前回もほぼ同じことで炎上してるにもかかわらず、またしても激しく燃えてしまって、謝罪動画を出した挙句、先日俺が出したクソな謝罪動画ランキングでも堂々の3位にランクインした、中町兄弟が、このタイミングでジュキアとコラボ動画を出して、全く反省ない様子をさらけ出してるということでね、西宮が誇るスラムである向こう側団地を擁する、ゲノゲノ下町出身のこの UTNT が、舐め腐った兄弟に西宮の洗礼を浴びせに来たよねっていう話だからね。まあ、この UTNTV 撮ってるよねっていう話だよね。本題に入る前に、この UTNT は、徐々に YouTuber として知名度も上がり続けてるところだよねっていう話だから、例えば今までにも、動画内でエミリンが、この UTNT の専売特許でもある、話だよねを語尾につけた口調を引用してたり、あとは驚くことに、あのテンチムのママが、好きな YouTuber ベスト3として、この UTNT の名前を挙げてくれて、さらにテンチム本人も UTNT を認知してくれてると。そんな感じで徐々に有名 YouTuber たちの間でも、この UTNT の存在や名前が広まってきてるよねっていう話なんだけど、ここに来てまさかの、同じモノモース系 YouTuber でもトップに君臨する PDR さんが、この UTNT を認知してる可能性が浮上してきてるんだよ。っていうのも、昨日ちょうど PDR さんが出した、緊急事態宣言中に盛大に飲み会をして炎上した YouTuber の謝罪動画を格付けた。そんな動画を出してたわけなんだけど、てめえそれ完全に俺の企画パクってんじゃねえのっていう話だよね。だって、俺はちょうど2日前に YouTuber たちの謝罪動画の格付けランキング動画を出してたよねっていう話だから、PDR さんが俺の動画を参考にして、その格付け動画を撮ったっていう可能性もめちゃくちゃ高いよねっていう話だし、もちろん撮る人が違えば、ランキングの内容も変わってくるし、見え方や見せ方も違ってくるよねっていう話だから、企画をパクられたことはむしろ光栄だし、PDR さんには完全に感謝しかないよねっていう話だよね。そうだから、本人の動画の内容に関しても、すべての動画に対して格付けをしてたよねっていう話だから、かなり見応えがあって面白かったよねっていう話だよね。そんな感じで、いよいよモノモース系 YouTuber のトップである PDR さんにも認知されてる可能性がめちゃくちゃ高くなってるよねっていう話だから、今後さらにこの UTNT がいろんな YouTuber に認知されて有名になっていくためにも、てめえたち全員に全力でお願いしたいのが、今すぐにこの UTNT のチャンネルを登録してくれと。それを本気の脳内土下座でお願いしたいよねっていう話だし、今後俺はてめえたちに面白い動画をよこすことを約束してやるから、てめえたちも俺にチャンネル登録やコメントという形で、この UTNT によこし返してくれよっていう話だから、そうやっててめえたちとはよこし合う関係で居続けたいよねっていう話だよね。さあ、そしてようやく本題に入るよねっていう話なんだけど、先日からこの UTNTV で何回も取り上げてる通り、あやなんの生誕祭に参加した31人もの YouTuber が、文春オンラインで取り上げられて、緊急事態宣言中にもかかわらず、水溜りボンドのトミーが経営する、かげろう恵比寿っていう店で、店も時短要請を古無視して、朝の3時までどんちゃん騒ぎの宴会をしてたと。そして、一部参加者においては、例えば路上喫煙だったり、立ち飲みだったり、まるでマナーの間の字もないようなクズっぷりを発揮しちゃってたよねっていう話なんだけど、その中でもそこそこ目立たないけどそこそこクズの中町兄弟が、
つい先日コンビニの中でアバンティーズのソラチーたちとマスクもせず酔った勢いでバカ騒ぎしたことや、さらには同じような大人数の飲み会に参加してたっていうことで、その全く反省も学習もしてないようなクズっぷりがあらわになっちゃってたよねっていう話なんだけど、なんと驚くことに、このタイミングで謝罪動画を出したばっかりなのにもかかわらず、ズキヤのチャンネルでコラボ動画を出して、その集大を晒しちゃってんだよね。そして、その動画の内容としては、中松兄弟が炎上したからいじってみたと。そのタイトルの通り、炎上してる中松兄弟に、今の心境を聞いたり、炎上したことをいじったりしちゃってるよねっていう話なんだけど、その動画を見て、この逆張り系 YouTuber である、トゥエンドー太平が中松兄弟に対して思うことは、全く反省しないですね。っていうのも、それはなんでかっていうと、まずそもそも普通の神経をしてたら、こんな炎上した直後にコラボ動画を撮影するっていうこと自体がありえないよねっていう話だし、その動画を見ても、兄貴である中町 JP に関しては、少しだけ気まずいような雰囲気は見られるんだけど、妹のあやちゃんに関しては、反省の様子など一切見られず全くもって通常運転と。いうことで、そんなんだったらてめえたち謝罪動画なんて出さなくてよかったんじゃねえのっていう話だよね。そしてさらに胸クソなのは、その動画に出演してるのが中松兄弟の二人だけじゃなくて、まさかのマネージャーまでもが出演しちゃってるよねっていう話なんだけど、マネージャーって本来こういう時にはリスクを考慮してストッパー役にならなきゃいけないのが当たり前なわけじゃん。なのにもかかわらず、てめえもヘラヘラ平気な顔で出演してるとか、マジどんな神経してんだよっていう話だよね。そうだから、これで中松兄弟もマネージャーも含めて、すべてが上っ面の中身空っぽなクソ野郎どもっていうのは、もう誰もが分かったよねっていう話だし、常々中松兄弟に対して思うことは、てめえたちは何の才能もねえから、上にこびへつらってコラボしてもらうしか脳がねえんだろっていう話だし、中身のないバカになりたくなくて、今後てめえたちが成功したいんだったら、今回の暴露動画でも出して下克上してみろよっていう話だよね。むしろそんな思い切った行動をしないと、特に兄貴の中町 JP は、妹のあやちゃんの人気にあやかってるだけで、てめえ自身何の才能もねえんだから、一生あやちゃんのお荷物だったり、クソな大物 YouTuber たちのパシリ的存在になり下がるだけだよねっていう話だし、そうなりたくねえんだったら今すぐに行動を起こして、拳で抵抗することを覚えてみろよっていう話だよね。まあ、そんな感じでね、まあ、今回はね、炎上して謝罪動画を出したばっかりの中松兄弟が、ズキヤのチャンネルでコラボ出演して、1ミリも反省してない様子をさらけ出してしまったと。いうことでね、またしてもこの U20TV 撮らざるを得ない状況になっちゃったよねっていう話なんだけど、これだけ世間が飲み会に参加した YouTuber たちにブチ切れてる中で、一切空気を読まずにコラボ動画を撮影したズキヤもすごい度胸だよねっていう話なんだけど、当然そんなズキヤにも批判の声がめちゃくちゃ飛び交いまくってるよねっていう話なんだけど、個人的には逆にあまりにも再生数の奴隷すぎて、むしろスラスラしたすら感じちゃったよねっていう話だよね。まあ、ただ、ズキヤはその動画の中で、しつこいアンチは俺が引き取ると、そんなことを言っちゃってるよねっていう話なんだけど、てめえ今回怒ってるやつイコールアンチじゃねえだろっていう話だし、空気読めなすぎたらてめえにも飛びするからっていう話だよね。ちなみに余談なんだけど、他人を見た目と第一印象だけで判断しがちなこの U20 は、ズキヤは確実に俺より年上だと思い込んでたよねっていう話なんだけど、最近その実年齢を知って、その見た目とのギャップに、この U20 あまりにもショックすぎて夜も眠れなくなっちゃったよねっていう話だよね。まあ、そんな感じでね、今回のズキヤとのコラボでそのさらなるクズっぷりを拡散し続けてる中松兄弟に関しても、今後何リットルのガソリンを自ら被りに行くのかっていうことに関しても注目していきたいよねっていう話だし、同じように謝罪動画からのやらかしで叩かれる YouTuber たちをてめえたちと特等席で眺めて、俺もてめえたちも何杯でも飯が食えるよねっていう話だからね、また次回の U10TV もぜひチェックしてもらえたらと思います。それではね、またネクスト U10TV でお会いしましょう。 See you!